はい、こんにちは、カトシンです。今回の電気事業制度の業界店舗を始まります。今回は2023年7月の審議会の情報になります。今回はですね、かなり再エネ関係が多くなっておりますので、皆さんですね、関係者方楽しみにしておいてください。では、行ってみましょう。はい、まずはいつも通り審議会の開催状況から始めます。7月も多くの審議会が開催され、全部で31件となっています。 非常に多かった6月と比べると12件減っていますが、昨年度と比べては若干増加しており、それだけ審議が活発だということがわかります。では、これら審議会で取り上げられた各議題がどのような分野を取り上げているか、いつものマッピングで見ていきましょう。縦軸が審議会の名称、横軸が資源燃料、発電、送配電、氷という電気事業のバリューチェーンと、その他重要ともわれるキーワードを並べています。 2ページにわたってマッピングされていますが従来同様に総じてて全方位的な議論が展開されています。一番右側の欄にあるカーボンニュートラルや脱炭素地域といった分野は時代の流れから多くの審議会のアジェンダに含まれていますが4月については特に再エネに関する議論も多く見られました6月に閉会した通常国会で GX 関連の法律が2件成立しそのうち1件の中に 再燃特措法の改正が含まれていることもありその成立を踏まえた具体的な制度設計が始まったことも審議が増えている要因にもなっていますでは各審議会でどんな話が議論されているのかいくつか紹介していこうと思いますまずナンバー5ですね電力ガス基本政策省委員会の制度検討作業部会になります7月は書面開催を含め2回開催されました 書面開催では定期的に議論の内容を整理した中間取りまとめが報告されています今回の取りまとめは12回目のものでこの8月から商品設計の見直しを行うベースロード市場の議論について整理されています今までは翌年度分の1年商品のみを取り扱っていましたが今年度からは新たに2年ものの長期商品をラインナップに追加しました取扱い量は全体の10 15%としています またベースロード電源の価格変動の大きな要因として課題となっていた石炭価格の折り込み方もルールを明確化するとともに入札時と実際の取引時の燃料費の差分を調整する事後調整という仕組みを採用することになりました。そして容量市場の追加オークションの結果の反映も踏まえ実施時期は第1回入札を従来の7月開始を8月に。 第2回を9月月から10月に変更しますなお第3回第4回の時期入札回数は従来通りとなります。また中間取りまとめ以外の議論では容量市場予備電源時給調整市場ベースロード市場の制度設計について議論されています。容量市場は27年度入札の需要曲線と発動指令電源の取り扱いについて議論されました。 予備電源は今後需給ひっ迫口に備えた供給力確保として容量市場の一環として取引が行われることを目的に現在はその詳細設計を進めているところです。今回の検討会では対象電源種として火力を最低募集容量として10万 kW 運営主体として広域機関を費用回収としてレベニューキャップ制度の収入見通しの一部として回収することが審議されています。 受給調整市場は調達量の効率化や系統混雑時の扱いについて議論されました。こちらは27年度向け、つまり今年度の容量市場のメインオークションにおける需要曲線の原案になります。目標調達量は約1.8億キロワット。指標となるネットコーンは約9,800円弱。上限価格はその1.5倍の約1万4,000円強となっております。 今回の議論を踏まえ今後正式に公表されその後参加登録等の手続きを経て10月に応殺12月以降に約定結果の公表となる予定となっています次にナンバー11と12再エネ関連の審議会になります1つは再エネ大量導入省位次世代電力ネットワーク省位もう1つが再エネ長期電源化地域強制ワーキングとなります この5月末に成立した GX 脱酸素電源法では再エネ特措法の改正が含まれていました。その内容はアメとムチの施策になっているわけですが、その具体的な制度設計が始まっています。例えば、f i ット・フィップ関係法令を違反した場合の違約金の積み立て措置や、委託事業者への監督義務、認定申請前に地域への事前説明会等の周知の義務化、太陽光パネルの増出録時の 価格変更要件の緩和がありますそれぞれ法律で規定された内容を具体的な制度に落とし込むための議論を行っているところで業界団体へのヒアリングも合わせて実施しました今後他の論点も含めさらに議論を含めて予定では来年4月から改正法が適用されることになっていますまた法改正が必要でない措置例えば大規模開発を伴う場合に必要な臨時開発許可等の許認可取得を フィットフィップの認定申請要件にすることや最近オフサイト PPA でも案件が増えている低圧の非フィット太陽光発電に対する策閉の設置義務が行われる予定でこちらは10月1日から施行される予定となっています次にナンバー14洋上風力発電の環境影響評価制度の在り方検討会になります 再燃の主力電源化の切り札として期待されているのが洋上浮力発電になります。国は2030年度、2040年度の導入目標設定や、そのための人材育成や系統確保等の環境整備を講じ始めています。一方で、案件形成を円滑に進めるには、事業者の予見可能性を向上させ、かつ負担を軽減させる必要があります。その代表的なものが環境アセスの実施です。 現状は一つの海域に対して複数事業者が初期アセスを実施することや事業者選定後の現地調査準備書評価書実施など運慣までのリードタイムが長引く恐れといった課題がありますこうした課題を解消し円滑な案件形成を進めるために制度見直しに関する検討が行われ海外の事例も参考にしながら今回検討会の取りまとめ案が提示されるに至りました 具体的には国が一定程度調査に関与した上で事業者の負担を軽減するものを想定しています。また実施後のモニタリングもしっかりと行うことも織り込まれています。そしてナンバー18、温帯法に基づくガス事業者及び熱供給事業者別排出係数の算出方法等にかかる検討会になります。 温帯法上、これまでは電力については事業者別、メニュー別の係数を設定し、需要家はそれを活用することができましたが、昨年度の検討会の整理で来年度に報告するものから、ガス事業者と熱供給事業者も事業別係数やメニュー別係数を設定できるようになりました。今回、その具体的な制度設計のための議論が始まっています。 ガスについては適用できるクレジットや算定方法について議論され通達案が提示されています。熱供給事業者についても同様に適用できる証書やクレジット具体的な算定方法について議論されました。一部高時の扱いについて意見があったことからその内容も踏まえ次回以降で整理する予定となっております。続いて関係省庁等から日々発表されている情報になります。 今回は全部で27件になります。まず1ページ目はこの表の通りです。ナンバー1では環境省が設立した完成ファンドである脱炭素化支援機構の新たな支援先の決定が入っております。ナンバー10の分も合わせてこれで計7件の支援が決定したことになります。国が脱炭素にかかるリスクマネーの供給の一部を担い、企業は研究開発や投資、実用化、 事業拡大等にその資金を活用することになります。補助金とは異なり、もらいっぱなしの資金ではないので、しっかりとリターンを返す必要がある点には留意が必要です。ナンバー4では、二国間クレジットのパートナー国にキルギスが追加され、これで計27カ国目となったことが発表されました。二国間クレジットはパートナー国に 省エネや再エネ等の設備投資をすることで削減できる二酸化炭素量を二国間で分け合う仕組みで日本のお家芸でもあります。2030年度までに累計で1億トンを削減することを目標に現在パートナー国の拡大、案件の大規模化とそのための民間資金の活用、CCS などの新たな手法追加等が検討されています。ナンバー5は これまた環境省案件で脱炭素専攻地域の第4回目の募集が始まったことが発表されています。すでに第3回までで62件の選定が済んでおり、最低100箇所の選定に向けて順調に進んでいます。前回から民間企業などの共同提案者との提案が必須となり、優先的に選定される重点選定モデルが設定されましたが、この重点選定モデルに今回から生物多様性保全、 資源循環との統合的な取り組みといったエネルギー以外の取り組みも追加されています。受付は8月28日まで、秋には選定結果が公表される予定です。次に2ページ目です。ナンバー9では、昨年度賛同企業を募り議論を行っていた GX リーグを本格運用するにあたり、募集していた三角企業のリストが公開されました。 6月30日時点で数えてみると568社とありました。賛同時点では600社を超えていたので賛同から三角に移らなかった企業がそういたということになります。今後、排出量取引の実証や具体的な運用に入ることとなります。続いて3ページ目です。ナンバー13、14は旧1年に関する業務改善命令や指導、指示、 となります。カルテル事案や情報漏え、不正使用がありましたが、それを踏まえて是正措置を取ったということになります。ナンバー17は毎度の報告ですが、最終保証供給の契約数となります。今回は8月に入って更新された7月18日時点での契約状況となります。契約件数自体は徐々に減少していて、ようやく1年前の水準を割るところまで来ました。資金は 卸電力市場価格が落ち着きを見せていること、電気料金値上げも一段落ついたことから、徐々に小売電気事業者に契約が回帰していると推測されます。とは言っても、まだ契約が多いことに変わりはないので、より一層の対応を図ることが求められます。続いて4ページ目。ナンバー1 9はインドで行われた G20 のエネルギー移行大臣会合の結果報告になります。 今回は全てのアジェンダで合意できず、異例ですが合意できたものは成果文書で、できなかったものは議長総括として出されております。ナンバー21では、需要側のエネルギー政策について取りまとめが出されました。エネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上の大規模需要化と異なり、省エネ法上の規制がない中小規模需要化、特に家庭についての対策を講じるものになります。 今回取りまとめた方向性では大きく2点あり。一つがエネルギー消費機器からのアプローチとしてメーカー側に対応させることになるもの。特に DR レディという初めから機器に DR 機能を搭載するようトップランナー制度を参考に対応を依頼するもの。もう一つがエネルギー小売事業者。これは電気、都市ガス、LP ガスの小売事業者向けに省エネ、非稼ぎ転換、DR を促すよう情報だけでなく サービス提供の目標を立てさせ定期的にチェックするものになります。その目標はインプット、アウトプット、アウトカムの3つを設定するイメージですが、これは今後の議論の中で整理していくものとなります。最後に5ページ目となります。ナンバー24では、系統混雑が発生した際の処理として、昨年12月から始めた再給電方式の対象電源を ノンファーム型接続した再エネを含め、優先給電ルールと同じ順序で、取得制御する方式に、今年12月28日から変更することが決まったことが発表されています。はい、いかがでしたか、えー、?2023 年7月の深海情報でした。まあ、いろいろとですね、えー、議論も多くなってます。これからまた夏、下期に入るとですね、もっともっとたくさん入りますので、皆さん楽しみにしておいてください。 そしてまた毎回のお願いになりますが番組へのご意見ご感想並びに高評価チャンネル登録をお願いいたします。では次回もお楽しみに。